はい、みなさんこんにちは。塩浜神学教室塩浜が政治を語る。はい、まあ今回、まあ2回ぐらいに分けるか、下手すると3回か、まあ2回ぐらいに分けてですね、こう選挙の歴史、選挙の歴史、といってもあの選挙制度の話ではなくてですね、もう全体の話、全体像を説明しちゃえば、もう選挙って長年の間ですね、自民党、一番強い自民党対、自民党を誰かに倒してほしいという2番目に強いところに対して、自民党が嫌いな人たちがですね、期待をしていった。しかしながらですね、この自民党が嫌いな人たちがですね、まあだったら2番目のに強いところにかけようというそういう気持ちと、いやーちょっと2番目のこいつらもしょうもないと言って、また3番目4番目の勢力が現れて、まあ結局ですね、自民党が基本的には勝ち続けているという、まあそういう実態をですね、実際の流れを追って説明していこうと思います。もう自民党を倒したいから2番目頑張れっていうところと、いやでもここもダメだから3番目に期待しようみたいな、で漁夫の利って言葉は皆さん国語で習ってると思いますけども、まあ、2番目に強いところと3番目に強いところが戦って喧嘩してるうちに、まあ、いつも自民党が勝つという、まあそういう流れ、大雑把な流れはそういうことです。でまあ、55年体制って言葉も知ってると思います。1955年に自由党と日本民主党が合体して自由民主党が出来上がって以来、もうずっと何回やっても、まあ、自民党が選挙で勝ち続けるという、まあ、そういうことがずっと続いておりました。で、まあ、まずはですね、大きな転機が現れたのがですね、1989年90年1989年90年あたりです。1989年の参議院と選挙と1990年の、衆議院選挙、まあ、それからもその前も自民党に対する批判というのはいろいろあったんですけれども、まあ、長い間ですね、まあ、新自由クラブなんてのもできたりもしましたが、まあ、基本的にはですね、社会主義共産主義勢力、社会主義共産主義、まあまあ、日本社会党とか日本共産党とか、まあ宗教団体と強い結びつきのある公明党とか、まあ主だったの、まあ、社会党から一部分裂してできた民主社会党の後の民社党、まあ、そうするとですね、まあ自民党が勝つという、感じだったんですね。で、しかしながら自民党がですね、まあ、大技3連発ぐらいで弱まりまして、まずはリクルート事件という、まあ、かなりの賄賂事件、一部の政治家が賄賂をもらったんじゃなくて、もうなんか有名な政治家はほとんどの人が賄賂、これも正式に言うと賄賂じゃないんですが、まあ、今回そこに深入りしません、まあ、リクルート事件というスキャンダルでも自民党のほとんどの人が関わっていた。それから消費税が導入された。まあ、それで自民党の竹下内閣が倒れて、その次の宇野総理大臣というのが、これが愛人問題で、スキャンダルということで、宇野総理の愛人スキャンダル、消費税初めての導入、そしてリクルート事件、この大技3連発ですね。それまで強かった自民党もさすがにグラグラグラっとぐらついたと。で、一方でこの2番目に、当時2番目に大きかった、日本社会党、まあ、今の社会民主党を見てるとですね、若い方はですね、
社民党の 前身の日本社会党が自民党の次にでかい勢力ええー、と思うかもしれませんけど、いやそういう時代があったんです、こちらの日本社会党の方ではですね、言い方間違えました、社会党は日本社会党ですね、共産党は日本共産党ですけど、社会党は日本じゃなくて日本社会党だったと思います、日本社会党がですね、では初めてですね、党首というか当時は委員長という言い方ですけど、まあ、その党のナンバーワンに土井孝子というですね女性の、女性の党首が初めて出たという、これもまあかなり画期的でしたしね。だから日本社会党の方はそれで、日本社会党の方はそれですごく人気が出た。自民党の方は、リクルート事件、消費税、宇野総理の、愛人スキャンダルと、いう、そんなことでですね、1989年、もう珍しくですね、社会党が大勝ちしてですね、自民党が参議院では過半数割れというすごいことが起きました、もうそれまではもう衆議院だろうが参議院だろうがもうずっとも大抵自民党が勝ちまくるというそういう感じだったんですけどね。で今度は90年にですね、衆議院選挙、さあどうなるかというようなところで、これはね、小選挙区制の悪口やなんかの時に前言ったことがあるんですけれども、ね、山は動くかとか、いよいよ山は動くかとかいろいろ言われてたんですが、社会党もかなり増えたんですけど、結局自民党は過半数を維持しました。これについて、なぜ、参議院で分かったけど衆議院では社会党はかなり人数増やしたけど自民党を過半数割れに追い込むことができなかった、これはなぜかということについては僕は選挙制度のところでも大体お話ししてるんですけれども、人によりいろんなことを言う人がいますが、僕の分析が一番合ってると思います、ある人は言います、社会党は理想ばかりで現実を知らないとかね、反対ばかりで対案がないとか、だから自民党を倒すことができなかったとか、いろんなこと言う人いるんですけれども、マスメディアもですね、選挙の直前までですね、さあ山は動くかとか言ってたけど、僕はしらーっとしてたんですね。僕はこの結果を予想してました。僕政治に関してなんでこんな偉そうに、お前何様なんだよと、お前の誰もお前のことなんか知らねえよっていう、だけどなんで僕がこう偉そうにですね、僕の方は使命感を持ってこういう動画作ってるかって言ったら、あんまり当たり前のこと、なんかメディアが違う、政治評論家が違うことを言って、俺どうなんでって思いながら、いや結果的にほらやっぱり俺の方が正しかったじゃんってことが繰り返されてるからなんですよ。でこの時、なんで社会党が自民党過半数割れに追い込めなかったか、当たり前なんですよ。ちゃんと冷静に数を分析したんです僕は。で、多分メディアの人も分かってたはずです。いやよっぽどバカか知らん顔して盛り上げるために知らん顔してたかどっちかなんですけれども、その時に、共産党以外の野党が立てた候補者が仮に全員当選したとしても過半数にはいかなかったから過半数にいかないんです。で全員当選するわけないじゃないですか。いくら自民党が人気がなくて、社会党がいくら人気が上がってる時とはいえ、まず社会党単独では無理です。でじゃあ社会党とか民社党とか公明党が全部、全候補が全部当選、そんなわけないですけど全員当選しても過半数にならないんです。で当時共産党は、今共産党は立憲民主党と組んだりしましたが、当時共産党はですね、自民党のことも批判してたけど他の野党のことも批判して、俺たちだけが正しいと、他の野党もみんな偽物であると言って、共産党はもう独自の道を行くと、他の野もう自民党とは違うけれども他の野党とももう絶対組まないと言って、
たとえ勝てるわけがなくても全部の選挙区に、もう必ず一人、例外はあったな、例外はあったけども基本的に、99% の選挙区で、共産党は独自に候補を立てていたと。だから総理大臣を第二例を指名するっていう時も一緒に組んだりはしませんので、もうここはもうまず数に入れるべきでないと。で仮に社会党、公明党、民社党で全員合計したら過半数になったら、社会党委員長を首相に指名するんでしょうけれども、いやそれ全員いっても過半数にならないんだから、もう絶対無理だったんですよ。そんだけの話です。別に社会党がその理想ばかりで現実を知らないとか反対ばかりで大変ないって、それは自民党側が好きな人が言ってるデマでありまして、本当の理由は全員当選しても過半数にならないから過半数にならないって、もうそんだけの話なんですよ。もう単純明快。それをなんでわかんねえんだって僕不思議でしょうがなくて、もう俺がなんかやっぱよっぽどなんか決定的なところで勘違いしてんのかなと思ったら、ほらーって感じでですね、まあ、そういうことがあるから僕こうやって偉そうに動画作ってるんですね。無名な人間ですけどね、はい。まあ89年90年そんな感じでした。はい。それで次に面白いのが1993年の選挙ですね。まあ、選挙いろいろあるんだけど、面白い時と面白くない時といろいろありまして、1993年は面白かったです。これは何が面白かったかというと、自民党の人間が一部割れてですね、まあ、小沢一郎を中心とする新政党、それから竹村正義率いる先駆け、まあまあこういう名前はどうでもいいんですけれどもね、これはこれからね、自民党が嫌いな人、自民党から政権を奪うための大きなヒントはこれです。どうもね、それ以外のところをいくら育ててもうまくいかなくて、自民党を割らない限りなかなか勝てないという感じなんですよ。でこの時はですね、自民党から新政党、それから先駆けと、もう自民党にはこれ以上ついていけないって人たちが自民党を飛び出して新しい政党を作ったと。でそれに それまであった社会党とか民社党とか公明党とか、いろいろ合わせる、だって共産党は相変わらずまだ独自の道を行くですが、まあ、自民党と共産党の、それで日本新党なんていう新しい党もできたりしてですね、で自民党と共産党は独自の道を歩むから、まあ、ここもまあ数に入れない、でこことそのそれ以外の野党ガーッと全部合わせると、ついに自民党より数が多かったと。7党8会派全部合わせると自民党に勝ちまして、ここで1993年、まあ、私が生まれてから初めてですね、自民党が政権から落ちたという、そういう、ところを初めて見ることができました。ただちなみにね、これ全部合計すると自民党より多いってだけで、自民党の方についてもちょっと弁護すると、相変わらず一番多かったのは自民党なんですよ。数が一番、選挙で一番勝ったのは自民党なんで、ですけどね、他がここら辺全部合わせると自民党に勝ったと。まあ、しかしこれ7党8会派、いろいろね、社会党、民社党、公明党、先駆け新政党、社民連とかですね、連合とか、まあ、いろいろ合わせて、合わせると自民党に勝つというだけで、もう自民党だけは倒すという、それだけの目的で7党8会派が、集まってましたのでね、まああんまり仲が良くないんですよ。でここは仲が良くない中にですね、ついに政権から落ちた自民
それでこの7党8会派の中で、まあ、何かとつなまはじきにされていたのがですね、日本社会党と先駆けなんですね。日本社会党と先駆けが、まあ、まるでお荷物みたいにあのされてまして、一応ねこの中で一番多かったのは社会党なんですよ。社会党はまあ前の、約140人いたところから、69人だから、まあ、約70人に、まあ、約半分になっちゃったとはいえ約なだから人気はガッと下がり90年から比べると下がってるんですが、それでもあのこの中では一番多かったんですよ。あの最大与党だったんですよ。あの社会党の人がよく長年の癖で俺たちは最大野党だ、いやいや最大与党だってこの瞬間は、最大与党だったのにですね、何かと他の、ね、まあ、まあここら辺なんかもともと自民党だったし、あの自民党の平均値よりむしろ右の人が多かったりして、あ、そう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 、あのね小沢一郎さんのことをですね、あの今あの若い方々で政治に興味を持ってる人は小沢一郎さんのことをものすごく左だと思ってる節がありますけれども、この時代の小沢一郎および小沢一郎さんを中心とする新政党はですね、自民党より右だったんですよ割と。でまあこの中で一番左は社会党、でその社会党と割とうまく付き合ってあげてたのが先駆けなんですが、この社会党と先駆けがお前ら左すぎて邪魔くせえやみたいな扱いをこの、7党8会派の中で受けてですね、いつもいじめられてるんですよね。でこのいつもいじめられてるところにあの政権から落ちちゃった自民党の方はですね、こっちへおいでこっちへおいでと、悪いようにはしないからさと、小沢一郎がいつも君たちのこといじめてあのかわいそうだよねと、我が自民党は小沢一郎よりは平和主義で、皆さんに近いですよ、驚くことにこの次の選挙では自民党はですね、なんだっけな、自由民主平和だったっけな、自由オープン、あの、まあ、自由民主は自由民主党だからいいんですよ、平和ってあの平和を割と旗印にしてたんですが、まあ、あの平和に対する考え方はいろいろあるっていうだけじゃなくって、あの気持ちは分かるんですよ。あのだん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 あのこいつら自民党よりもっとなんか喧嘩好きじゃねえみたいな、そういう感じだったんです当時は。だからこそ、この自民党は新政党よりは僕たちの方があなたたちに考え方近いと思うんだけどね、こっちへおいでこっちへおいで、かわいそうにいつもいじめられて、僕たちはあの優しくしてるあげるからさと、まあやって、まあ、こっちあの、ね、社会党と先駆けが散々いじめられて、であのいや自民党ってのもね政権に戻るためにはもうねもう何でもやるんですね、総理大臣も君たちから出していいですよと、それからまあ今と省庁の編成違うんですけどね、総理大臣あげます、建設大臣あげますよ、官房長官も大蔵大臣もあげますよ、ここら辺特にあの人気のある大臣、まあまああのね、あの大蔵大臣、まあ今でいう財務大臣で、これはもう予算のこと握ってるからね、本当は自民党が喉が出ること欲しい、もちろん総理大臣一番欲しい、それから運輸大臣とか建設大臣っていうのはですね、まあ、今でいう国土交通大臣なんですけれども、これ利権とものすごく結びつくわけですよ、何かを建設する とまあね、そこで利権発生するわけでしょ、はい、ここの業者でこういうも建物建てます何億円です、こっそりと一部賄賂をもらうとかそういうことでできるから、なんか建物を作る建設大臣なんてのはこれすごくね利権が手に入りやすくてですねいいんですけど、それ全部、社会党や先駆けにあげるんですよね。で、
結果的にいじめられてた社会党と先駆けが自民党とくっついて自社左政権というのを作ってですね、自民党また政権に復活と、まあ、こういうことになりました。でこの社会党先駆けで社会党と先駆け以外の、社会党と先駆け以外の党はガガガと合体してですね、ガガガガガと合体して、新進党と、さあここからまあとにかく私がテーマにしているですね、この辺の時代はとにかく2番目と3番自民党を倒すために2番目が頑張る、しかしそこに3番目が出てくるというそういうお話ですね。まあ我々バラバラになってては勝てないと、まあ社会党と先駆けは自民党と組み出したんですけども、もう残りでみんなで合体してですね、新進党という新しい党を作りましたとさと。そして95年の参議院選挙では新進党が勝ったと、自民党に新進党が勝ったと。で社会党や先駆けなんてボロ負け、特に社会党、お前ら今まで自民党のこと散々批判してたくせにどの面下げて自民党と組んで総理大臣までなっちゃってということで、もう社会党なんかもうね、ボロクソに言われて本当にね、これからいろんな党の話しますけれど もうね、自民党を倒すために2番目がこう出来上がっていくと、それから自民党の方はなりふり構わずどこと組んででも、政権を維持しようとすると。で自民党と組んだところはまるで生き血をつすわれてかのようにぎゅーっとしぼんでいく、っていうそういう法則性がこうあります。で、95年はですね、参議院ですけれども、今度はですね、こっち側が、こっち側が作った新進党というのが勝ったと。さあ衆議院はどうなるっていうようなところで、まあ一回収めます。続きはまた次回。ご清聴ありがとうございました。